でではよろししくおお願いいいいたままますすす監督おめととううごござざあ,ありがとうございます球場でのセレモニーを終えて縮小会場に移動されて、はい、そろそろじわじわとこう喜びが湧き上がっているんじゃありませんかいやもうあの瞬間から優勝というか日本人だった瞬間から、えー、みんなにありがとうって握手して胴上げしてもらってもう本当にあの瞬間から日本人になったんだというのがもう込み上げてきて、えー、本当にあの。 もう感謝するのは選手たちであったり、コーチの人であったり、そして選手も支えてくれた浦方さんであったり、本当に感謝しなきゃいけない人たちがたくさんいましたので、僕は本当に宙に浮きながら、こんな幸せでいいんだろうかと思いながらも、それに浸っていました、はい、日本シリーズ4勝1敗圧勝という内容でした。 互いに長いペナントレースを制したチーム同士の対戦だったんですがフォークスがスワローズを上回っていた点というのは監督はどの辺あたりに感じていらっしゃるでしょうかやっぱり、スワローズさんは分からないところもあるんですけどやっぱりうちのチームはやっぱりこう団結力というか、えー、みんなが一つの勝ちに目指して、えー、一つになって戦うその姿勢であったり 当然、ベンチの中での声であったり選手を応援する声もそして励ます声もそして帰ってきたときにすぐにまた声を出すという選手たちがほとんどですのでやっぱりそういう選手たちの思いが上回ったのではないかなと思います特にスワローズは2番、3番、4番のチームというふうふに戦前、分析をしていらっしゃいました。 あのホームラン3本打たれた試合もありましたけれども、ほぼその中軸を抑えきったシリーズだったと思うんですが、いかがですかそうですね、まあ、1戦はあの武田君がしっかり、えー、抑えてくれましたし、2戦目のバンデンハークもしっかり抑えてくれて、3、えーまあ、戦目は打たれたんですけど、4戦目の節んがですね、非常に、えー、まあ,あの、キャッチャーの細川君と一緒に、えー、彼を、まあ、ある意味こう、狂わしたというか、考えさせる。 ような配球をしてくれたおかげで、えー、今日はほとんどーボールに合うというボールもなく投げられたというのも4戦目の節ツ君が、あのーまあ、しっかり投げてくれたということも非常に大きかったですし、まああのー、何か一つが欠けても絶対、えーまあ、僕は日本一になるのはまた先に伸びたんじゃないかなというふうに思うぐらい、えー、全員が一つの勝ちに向けて自分ができることを しっかりやってくれたからこそ今ここに僕は座っていられるんだと思いますこのシリーズは直前にキャプテンで4番の内川選手が離脱するというところがありました、はい、監督ご自身は苦戦を予想されたでしょうかあるいは何とかやれるとお考えだったでしょうかあいや当然あのキャプテンがいないというところは痛い,いところではありますけどやっぱり。えー キャプテンがいないからこそより、ねえー、みんなで一致団結して、えー、戦おうという気持ちにもなってくれましたし、まあ、そういうところを松田選手会長がみんなに温度をとってしっかり声をかけてくれたり当然、えー、打ってくれた井出穂選手もです、ね、その思いをヒーローインタビューでも言ったと思うんですけどやっぱり、えー、そのユニフォームを飾って、えー、みんなと一緒に戦っているんだという気持ちを本当にみんなが出すたからこそ僕は勝てたんじゃないかと思うので。 まあ当然いてくれれば、それは戦力として、彼は活躍してくれたと思いますけど、いなかったとしても、本当にみんなの戦力として、いてくれたんだというふうに思ってます一方、の監督ご自身は、新人としてこのシリシーズンを戦われました、はい、あの今だから伺いますが、シーズン中、あるいはこのポストシーズンゲーム、監督ご自身は負けられないプレッシャーっていうのはなかったんでしょうか。 そうですね、まあまあ、野球選手としてはあのプレッシャーがあるところで、えー、当然やるということは、えー、幸せなことですし当然、えー、僕以上に選手たちはプレッシャーを感じながら、えー、連覇をするんだという気持ちをですね、えー、前面に出してシーズンもポストシーズンもそして日本シリーズもやっぱり戦ってくれたやっぱり一番しんどいのは選手たちだと思うのでその選手たちが本当最後まで え気持ちを前面に出して戦ってくれたやっぱりチームワークのあー本当に強いチームだなというのを改めて感じましたこれでチームは2年連続日本一、まあ、来シーズン以降、さらに上昇軍団としてさらにその上の階段というのが求められるかと思うんですけれども選手にはあるいは監督ご自身はどんな準備あるいは心構えを持っていこうというふうにお考えでしょうか。 まあ、あの選手たちは終わったばっかりですので、えー、本当にゆっくり休ませてあげたいなという,ふうに思いますし、まあ、僕は本当にあの選手たちのおかげで、えー、日本一というのを監督というふうにさせていただいたので、えー、僕はあまり休みを取らないで、えー、次の目標に向かって、えー、しっかりと、はいえー、選手たちは疲れてますけど僕はそんなに疲れてませんので、えー、次の準備に向かってしっかりやっていきたいなと思います。